皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の声明をご紹介いたしますが、まず、昨日ご紹介した声明の中で、FBI は偽の写真を使用してトランプをフレーミングしようとしているというものがありました。これについて補足でご紹介したいと思います。どの写真かと言いますと、 こちらの写真ご覧になられた方も多いと思いますが FBI がマーラー号を襲撃した時に床に書類がバラバラと散らばっているような写真があったんですよこの写真についてなんですけどもこの写真についてトランプ大統領はこの写真というのはトランプさんがだらしない男だっていうことを見せるために演出したものであろうと非難しておりましたこれは FBI が散らかししたたたんだろうみいいなことを言っていました見てくださいねっていうやつで紹介していたんですね。でそれはどういう内容かというとトランプ大統領と直接会ったり交流のある人にとってはとても当たり前のことなんだけれどもトランプ大統領っていうのはきちんとした人でこんなふうに書類をばらけさせるようなことは決してやらないと。トランプ大統領という人は 物事を規則通りに行うということが身についている人であるということを証言されていました。それでは最新版ご紹介したいと思います。2022年9月6日、ICYMI 独占 A 州共和党員が不正な FBI を非難、マーラー後襲撃の数日後、FBI との協力を終了するようアリゾナ州に呼びかける。 ゲートウェイパンデットの記事、全文はこちらでご覧いただけます。9月6日、ICYMI、FBI は偽の写真を使用してトランプをフレーミングしようとしています。ジェフリー・ロードが書いたアメリカン・スペクテーターの記事、全文を読んでください。こちら、少しご紹介したいと思います。私はドナルド・トランプ元大統領を知っています。 私は彼が大統領になる前にトランプタワーのオフィスと住居で長年にわたって彼を訪問する特権に恵まれてきました。その後私は彼が大統領だった間アメリカンスペクテーターの同僚ボブ・ティレルとプルシチェンスキーと一緒に大統領執務室で彼を訪問しました。その間大統領は私たちを2つの小さな部屋の内側のくぼみに連れて行き大統領の一番 プライベートなオフィススペースを私たちに提供しました。事実はこうです。前大統領は俗語でニートニックと呼ばれるものです。私もその一人で、正確で文字通りの辞書の定義は、脅迫的にきちんとした人です。そしてニートニックはトランプを完璧に描写しています。これは FBI がマーラ語で 機密文書は床全体に散りばめられていました。トランプ氏が不動産のパンフレットや家族の写真をオフィスの床に広げるはずはなく、まして、機密解除された機密文書は言うまでもありません。様々な場所での私の全ての訪問において、決してそのようなことはありませんでした。つまり、この写真はたとえ彼が 大統領でなかったとしても、千年経ったとしても、トランプ氏は絶対やらないということをフレーム化しようとする明確な意図的な試みのように見えます。トランプ自身は、それらは私がやったのではなく、彼らがやったんです。人々を騙そうとしています。と主張しています。 だからもし本当なら明白な質問、FBI の誰がこれらの文書それらが入っていたあらゆる容器から取り出し、わざとトランプのマーラー号エスティートの床全体に広げ、故意に国民を誤解させるために写真を撮ったのでしょうか。それ自体が連邦法でなければ、確かにセキュリティ手続きに違反するものです。実際、これらの文書は FBI によってどのように扱われましたか FBI 捜査官は手袋をはめて扱っていたのでしょうかそうでない場合は FBI の公式ウェブサイトで FBI 自身によって提供されたこの情報を見てください。指紋についての情報です。だから FBI がこれらの文書の指紋を特定しトランプ襲撃のポーズで機密情報を誤って処理し偽の舞台写真で元大統領をフレームに入れようとしたことを アメリカ人に知らせることは難しくないはずです。アメリカ国民は誰がこれをやったのか正確に知る必要があります。彼らの罰がどのようなものになるかは言うまでもありません。という内容の論考を紹介していました。続きます。9月6日、ICYMI、FBI のマーラーご襲撃に関する一つの大きな問題。アメリカングレイトネスの記事全文はこちらでご覧いただけます。 こちらの記事も少しご紹介します。FBI は、不代入れで選ばれた大統領から借りる以外に憲法上の権限を持っていないことを覚えておくと良いでしょう。というサブタイトルがついています。かいつまんでご紹介したいと思います。大統領は本質的に何が機密扱いで何がそうでないかの究極の最定者です。 特定の機関の庁も元の機密扱い権限、各個機密扱いまたは機密扱いではない資料とみなす権限を持っていますが、その権限は部門に限定され、部門の特定の規則に拘束されています。しかし、大統領には機密扱いのものに対する究極の権限を持っているため、どれが機密情報でどれが機密扱いではないかということを振り分ける権限も当然大統領にあります。 大統領はいかなる手続きにも従う必要も書面で決定を下す必要もありません。例えば、もしも大統領がテロリストの陰謀について、例えばロシア人に話した場合、そのロシア人は合法的に情報を所有することを許されたということになります。今回の FBI のマーラーゴ襲撃に関してですが、新しく公開され大幅に編集された先生供述書によると、司法省は 機密情報を回復するために非常に侵入的な検索を使用することを正当化しました。司法省は令状発行の裁判官に対し、政府は機密情報の不正な削除と無許可の空間への保管、並びに政府記録の違法な隠蔽または削除に関する犯罪捜査を行っていると述べました。では、トランプ氏はどのようにしてこれらの文書を入手したのでしょうか。梅田が就任先生をした後、彼は、 白い家に忍び込んだのでしょうか不満を抱いた梅田の従業員は、スタッフは文書をマーラー語に密輸したのでしょうか先生教術書は、文書の入った箱は白い家からマーラー語に運ばれたと記しています。先生教術書は、この日付を2021年1月18日に修正し、少なくとも2台の移動中のトラックが 観察され、おそらく機密文書を配達しました。とあります。FBI には大きな問題があります。梅田は2日後まで就任していませんでした。これらのトラックがマーラーゴに到着したとき、ドナルド・トランプはまだ大統領でした。マーラーゴの機密文書を廃棄するという決定は大統領の決定でした。梅田は 辞任後にこれらの記録を残すトランプの決定に同意しなかったかもしれません。彼は機密文書を彼の個人的な住居に保管するという執行決定を下したのです。トランプは大統領自身から文書を受け取りました。法律が破られたのではありません。ウォール・ストリート・ジャーナルが指摘しているように機密文書に対する大統領の憲法上の権限は これらの文書の継続的な所有を違法とすると主張するいかなる法律にもまっさります。トランプが主張する必要があるのは、彼が文書をマーラー語に出荷したとき、彼が辞任した後もそれを保持できるように分類を修正するつもりだったということだけです。彼がそれらを保管する意図なしにマーラー語に出荷したと思う人はいますかいいえ、もちろんそうじゃないです。 トランプを陥れようとする人たちは、トランプはこれらの文書を彼自身の財産に変換する権限を書いていたと主張しています。しかしそれは民事審判の問題であり犯罪ではありません。そしてそれは彼の大統領職の地位と一致するこれらの文書の機密の性質を修正するトランプの力とは何の関係もありません。今 FBI と司法省は 文書をマーラー語に移し、性的である元大統領を犯罪化するという大統領の決定を覆したいと考えています。大統領の承認なしにマーラー語から文書を削除することで、FBI は、この国の不代イで選ばれた指導部から行政権を奪いました。FBI は、不代イで選ばれた大統領から借りるという意外に、憲法上の権限を持っていないことを覚えておくと良いでしょう。 ふだれで選ばれた大統領が大統領の在任中に下した決定を無効にする権限を持つ政府の超部門として行動することを許してはいけません。という内容です。続きます。9月6日、アメリカ合衆国第45代大統領ドナルド・ジェイ・トランプは9月17日土曜日午後7時、かっこ EDT に オハイオ州ヤングスタウンで集会を開催します。9月7日、ICYMI、レポート、何百万人もの購読者が逃亡し、広告収入が急落したため、ワシントンポストは今年損失をこむります。うーん、これはひどすぎる。ジャストザニュースの記事、全文をこちらで。9月7日、ICYMI、最も型破りな大統領に対する、 ジャレット・クシュナーの型破りな見方。ワオトランプ政権の成功のなんて素晴らしい話でしょう。ノーベル平和賞はどこニュースウィークの記事、全文はこちら。こちらは先日発売されたクシュナーさんの本について、その中から紹介しているものなんですが、別枠で全文ご紹介したいと思います。なかなかね、素敵なお話でした。9月7日、ICYMI。 ワシントンにおける歴史の破壊と考え方。タイムズ・オブ・イスラエルの記事全文はこちらからご覧ください。9月7日、ICYMI。これが左翼の最新のトランプ制サイコドラマです。ビクター・デイビス・ハンソン。FOX ニュースの記事全文をこちらで読んでください。9月7日、ICYMI。マーラー語の吸収により、共和党予備札入れで・フダイでトランプは レサンティスより10ポイント上昇したことが世論調査で明らかになりましたビジネスインサイダーの記事全文はこちらで読んでください以上今回はここまでですいつもご視聴ありがとうございますチャンネル登録通知設定どうぞよろしくお願いいたしますなんといってもトランプ大統領に関する真逆の 報道が日本でなされていますので、どうか拡散もよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。